三笘薫インタビュー。活躍の秘訣はサッカーの次に好きなものは三笘薫が情報番組に出演。インタビューに応じ、活躍の秘密を明かした。海外でプレーを始めた時から、スパイクに日の丸のマークをつけるようになった三笘は、プレッシャーを力に変え、大舞台で戦っているという。また、サッカーの次に好きなことを聞かれると、お笑いをあげた。お笑いを見てリラックスすることが力になっていると明かした。 イケメンすぎ。本当にいい人なんやろうな。ほんと好きばい男。せっかくのオフなのに大変だなわら。かわいすぎる。お兄ちゃんと似すぎててくさ。めっちゃ小顔だよね。お笑い何見てるか気になる。ボス似合ってるね。見るたびに好きになる。